はい、皆さんこんにちは、まいちくです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。世界最速プロジェクト、お試し開催の方でしたが、終わりましたね。皆さん楽しめたでしょうか。今回はお試し開催ということもありましたが、次回からね、全47都道府県、こちらすべてね含めた開催になるということですが、まあこのねお試し開催で一体どういうイベントなのかということはね、皆さんはっきり理解することはできたかと思います。まあ今回の大特攻のね青トンボ、今回のイベントの一つのメインでもある車両、はい、ゲットできませんでした。結局僕ね、何回かガチャのね動画にもしてみたんですが、その中でも引き当てることもできませんでしたが、ゲットできた皆さんおめでとうございます。簡単にね結果見ていきましょう。はい、ということで ZS 全国最速プロジェクト、まあお試し開催ですが、一番最初のねこの ZS イベント9332位という、結果でした。今出ているかと思いますが、2周ですね、2周クリアして3周目の序盤で終了という形に、なりました。なのでまあ1周目でねあの青トンボをゲットできる可能性のあるチケットとね、そして2周目であの仲間をね育成するために必要なものですよね、1000ずつだったかな、ゲットできました。あれはね本当に嬉しかったですね。なかなか仲間遠征だけではね集まりにくい部分があるので、まあ、この全国最速プロジェクトに関しては集めるためにも皆さん頑張って走るんではないかと思っています。はい、ということで報酬車両としても、まあ、このメダルだけですね、そしてガスの方をね結構消費するイベントでもあるなということは感じました。まあ無理やりね 1.2 倍にして走る必要はないんですが、上位を狙おうとするとどうしてもね、0.6 倍かなで1倍、 1.2 倍となる中でやっぱり 1.2 倍にしてね走る傾向にあるので、そうすると、相手の戦闘力も上がるということでリトルをね吹く回数が増えてくるかと思いますが、それでもね上位を狙って走った方は 1.2 倍で走ったかと思います。そのためにね次のイベント、今日お知らせで見ていきますが、この中1日でね、リトルを少しでもね回収したいと思っています。さて、皆さん待っていた8周年イベント来ましたね。こちら見ていきましょう。予告次回イベント開催のお知らせということで、はい、ついにやってきましたボスバトルイベントですね。最初は世界最速の走者ということで10月28日14時より開催予定ですね。ここから注目車両に入っていきましょう。最上位ランキング報酬、極限まで研ぎ澄まされたボディに驚異の性能を秘めた究極の NA1 ということで、 NSX タイプ R NA1 キリンですね。キリンです。はい、このキリン、まあ NSX の NC1 ではなくて NA1 を持ってくるあたりがね、まあ、なかなかセンスあるのかなとも思いましたが、まあ NC1 好きの方も多いとは思いますが、このね NA1 のハイスペックって結構多いですよね。その中でもまあホンダ好きの方や、まあ、この NSX が好きな方、なかなか皆さんのお話を聞いているとこのね NA1 のハイスペック気に入ってる方多かったのでね、まあ、このウィングに関してはね毎回でかいよという意見も結構ね耳にはしますが、まあ、僕自身このキリンのねフォルム全体像はまだ見れてませんけど、いいんではないかなとは感じています。まあ、これが最上位ランキング報酬ということで、一体どんな戦闘力になってくるのかちょっとね気になるところではあります。そして上位ランキング報酬ですね、全てを見直しスマートにリブートされたブラックスワンということで、ランサーエボリューション9 MRGSR ブラックスワンリブートということです。このブラックスワンっていうものはね、このドリスピレーハイスペック車両が実装されて、結構早い段階、2つ目のイベントだったかなで出てきた車両になるかと思いますが、まあ、このブラックスワン、そうですね、ゴールドスワンというものも出て、結構ね後にいろいろ新しいものがね出てきてはいますが、その最新のものとしてブラックスワンのリブートということです。まあ、これも星7車両ですね。
一体どんな戦闘力ステータスになってくるのか見ものではあります。そしてランキング報酬見ていこうと思います。こちらはですね、今回のお知らせから新しく変わったものもありますね。では見ていきましょう。ランキング報酬ピックアップゴールドオーダーで、国産メーカーで独特の存在感を放つ三つ岡が初登場ですね。第1弾はオロチということです。オロチ MSP1、第1弾はオロチですが、まあもうこのね、三つ岡といえばオロチイコールオロチというぐらい、まあ三つ岡の中でのね、スーパーカースポーツカーとしてはやはりオロチっていうものが一番皆さん、頭に浮かぶと思いますが、この車両はね、個人的にもまあよく目にする車両でもあるんですが、まあ好きな方多いですよね、本当にこの三つ岡のオロチ。前回の LB コラボですね、リバティウォークコラボっていうものがありましたが、まあ LB の方でね、このオロチを LB 仕様にしたこういうね車両も存在しています。まあ三つ岡っていうブランドですねは、車にそこまで詳しくない方は知らない方もおられるかと思いますが、まあこのねオロチっていう車でね、本当有名になった、メーカーブランドでもあります。このねオロチ、僕も、とてもね待っていた車両ですが、このタイミングで来てくれたっていうことはね、とても嬉しいですね。そして先ほどお話ししていた今回のお知らせからというところですが、もうねいつもならば概要のところでこのボーナス効果が何にどれだけつくのかっていうものをね、見ていけたんですが、このお知らせの状態でね、このオロチにボーナス効果代がつくっていうことをこのように表記してくれていますので、まあイベントが始まる前段階のね、このお知らせの状態で何の車両にどんな効果がつくのかっていうことをね、知ることができるのはありがたい仕様かなとは思います。はい、そして世界的レースに参戦するために作られた強烈な個性を持つホットハッチパルサー GTIR ですね。これパルサー好きな方も多いですよね。こちらボーナス効果中ですね、ここに画像が出ているかと思いますが、懐かしい車両ですね。そしてレベル10マイボス撃破報酬、今回もねあります。最近こういうものがね現れ始めましたが、こちらはスイフトスポーツの ZC33S ですね。こちらにボーナス効果賞がつくということになっています。そして注目仲間として、まあ、こちらもオーダーでねゲットできるようになるかと思いますが、今回はワーストアイドルのセッカ、そしてパリピキドリのエイゴ、まあこの名前を聞くとね、パッとキャラクターの顔がね、思い浮かぶ方も多いかと思います。そして撃破報酬としてオカルトマニアのリノですねをゲットできるということになっています。まあこちらもボーナス効果賞、つまり 20% アップですねつくということになっていますので、ぜひねゲットしたい仲間になってくるかと思います。はい、ということでとうとう始まる8周年記念イベントのねオスバトル、お知らせについて見ていきましたが、少しね皆さんこれ見て、まあ、違和感ではないですがね、感じたところがあるかと思います。というのも8周年記念ということで、まあ、毎年その周年ごとにね、今回は8周年なので8に関係するもの、アンケートで取られましたよね、8周年ということで一体何だったでしょうか。確かシビックの FK8 でしたね、8ということで、アンケートでね上位に来て、まあこのね FK8 を今回の8周年イベントの何かに持ってくるということでしたが、まあこれがねここには記載されていませんが、まあログインボーナスとかね周年使用者としてね、配布していただけるのかもしれませんし、またこの8周年の8に関わる、まつわる車両がね他にも出てくるかもしれませんので、まあそういうところにも期待しながらですね、楽しんでいければと思っています。まあ現在出ているお知らせ、まあその内容としてはねこれくらいかなと思いますが、はい、ということで待ちに待った周年イベントですね、8周年イベントがやってくるということで、まあどんな車両が出てくるかっていうことをね今日見ていくことができましたが、まあこの NSX 好きの方にはねこれが最上位報酬車両ということは本当大歓喜ではあるかと思います。そしてまあこの三つ岡のオロチ、これもね三つ岡ドリスプリ初めての登場ということなので期待できるのではないでしょうか。そして周年イベントで一体戦闘力どのような形になってくるのか、ステータス構成はどうなってくるのか、
そして新しいシステムなどね導入されてくるのかっていうところにも注目しながら、走っていくことができるんではないでしょうか。はい、ということで今日も簡単ではありますがまとめていきました。明日もねイベントが始まった際にはまたね詳しく概要の要点まとめ動画も上げたいと思っています。はい、ということで皆さん今日も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。